そしたら今回は夏の迷路というゲームで遊んでいこうと思うんだけど、本当になんか、夏夏終わってほしくねえなーと思ってこのゲームやんだけど、まあ、とりあえずこのゲームはシンプルで、おばあちゃん家に行ったら、まあ、なんか、不思議な出来事に会うっていうゲームだね。まあ、内容は8番ライク風のゲームだから、8番出口みたいな感じで違和感があったら、ま、引き戻るとかって感じかな。とりあえずじゃあやっていこうか。変なところがないかよく見ること、変なところを見つけたら一度部屋に戻ること、変なところがなかったら先に進むこと。で、お家から出ることが目的だと。まあ、そういうゲームだね。これは、進めばなくなるのか。あ、うわうわ、なんかいいな、主人公がね、この感じ。クオリティ高いね。あ、なんか、てか、子供部屋ちっちゃいな。ちっちゃいね。拷問部屋みたいだね。まあ、ちょっと行こうか。あ、なんかね、田舎って感じでね、おばあちゃん家なんだ。で、今は8月12日か。今は、9月だね。いやだね、現実のこと考えるとなんか暗くなるね。日本人形があって、最近捨てたね。で、トロフィーがあって、時計の針は2時。で、お札があって、扇風機があって、まあ、貯金箱を割ったと。え、なぜ片付けない、あれ危ないよね。まあ、先祖の方なのかな、まあ、亡くなってる方がいると。で、怖いやつ、仏壇もあるね。で、黒猫。で、扉、冷蔵庫。はいはい、まあ、ガスコンロ。まあ、ここら辺はあれかな。まあ、黒電話なんだね。いいね。あ、なんか田舎って感じだよね、黒電話。普通だったらなんかさ、普通の電話なんだけど、黒電話ってとこがまたいいよね。まあ、8月12日ね。じゃあ、こっからだよね。多分なんか、あるとしたら。でも今んとこね、そんな、多分ね、一番最初の方は間違えて結構わかりやすいと思うんだけど、あ、わかりましたか？なんかさ、よくいない？なんかクイズ番組やってて、なんか自分だけなんか、ね、正解とかさ、わかるとさ、ちょっと調子乗るやつ、俺これかもしんない。まあ、これだよね、豚の貯金箱が割れてたのに、なんか割れてないから、これでね、ちょっとなんか、戻ればいいんだよね。時間、時が進んだね、8月13日と。じゃあ次なんだろうな、まあ、日本人形は特に変わりはない。大丈夫かな？捨てるたんびになんか怖くなったりしないかな？え、なんか、あれ？豚の貯金箱また割れてないけど。ちょっとわかんないよ。ちょっともう一回だけ戻ってみていい？あ、進んでるってことはちゃんとじゃあ間違い変わんのか。だよね、ちょっと豚の貯金箱は、あれあれちょっと待って、豚の貯金箱だけで時が進む？んなわけないよね。あ、なんか可愛い幼馴染かな。日本人形にも見えるけど。まあ、幼馴染って思っとくか。ちょっと可愛いね。あ、する、するするんだね。なんか話しかけるとかそういうのはないんだ。まあ、これで時が進んで、最初の方はそんなに違和感ないか。日本人形も違和感ない、時計も違和感ない、お札も違和感ない。貯金箱も違和感ない、おばさんおじさんも違和感ないし、いいね。違和感ないんじゃない今回。あ、違和感ないね、いいね。なんか一発正解いけるんじゃない？まあ、日本人形も違和感ない。ねえ、ここら辺も違和感ないんじゃない？いや、なんにもないね、これ。大丈夫、大丈夫。いけるいける。8月18。これラストじゃないよね。え、7日間で終わるとかだったらもう、カンクリよ、これ。違和感何にもないけど。え、本当にない？え、何？こういう、何？え、人狼やってるこれ。8月19と。まあ、結構サクサクいっていいのかな？ 8 月31まで、てか、この少年ってちょっと怖くない？ 8 月31日までこの空間ループしてんだよ。よく考えると怖いよね、これ。まあ、これも間違いないんじゃない？うん、結構ちょっと早足で行っちゃおっか。で、間違いないと。なんか突然なんか異空間に出たけど。え？あ、終わり？あ、なんかお母さんがね、迎えてきてくれて、遊んでくれてありがとう、ありがとうございます。もうすごい。楽しかった。もうちょっと怖いの見たくない？さすがにね、8番出口を俺ちょっと知ってるけど、あれも一応ホラーなんでしょ？ジャンル的には。で、これも一応ホラーじゃん。今んとこなんかホラー要素全然なかったよ。こっからだよね。で、とりあえず、いいね、なんかホラー。ホラー来るだけちょっと嬉しいね。で、なんか他ないの？変わってるとことか。まあ、一つだけなのかな？変わってるとしたら。まあ、なんか人のね、手形がね、めちゃくちゃ、なんかホラーって感じがすんね。
あれが来たらちょっと怖いね。じゃあこれでいこうか。8月13日になって、次なんだろう。黒猫がさ、化け猫になるとかないのかな？ないか。まあ、とりあえず今回もないかな。あ、いや、なんか、ね、何あれ、虫食い、汚ね。まあ、あんな感じのはなかったような気がするが、じゃあ戻れって感じか。でも虫食いとかってどうなんだろうね、今の。てか、こういう田舎ってあんのかな、今。8月14日で進んで、あとは、あ、え、あれあったっけ？なんかさ、あれなんで、障子だっけ？あれにさ、すごいなんか目とか書かれてるの。いや、なかったような気がする。まあ、とりあえずあれもう違和感だ。え、あったっけ？え、なんか俺、今なんか、あったっけ？あるよなみたいな。なんか俺二人いんのかな今。さすがにちょっと、あんなん書いたら怒られると思うしね。まあ、進んだか。8月15日。いいね。え、でも今んとこ怖いのなんか、手形以外ないか。あ、こわぁ、急なホラーくんじゃん。いいね。まあ、お札がめちゃくちゃ貼られてるって感じ、まあ、すごいなんか違和感。消化激しいね、これ。まあ、冷蔵庫になんか、ばあちゃんの死体とか入ってるってことなのかな。で、今回も、まあ、違和感ないんじゃない？うん。違和感なさそうだね。で、8月18日、ちょっとまあ、違和感ない違和感ないのちょっと寂しい。あ、かわいい。なにこれ。え、なに本当に444回目の、あれ捨てた時に帰ってくるやつかな。2週目の時フランス人形だったよね、確か。まあ、フランス人形になってるってことね。いいね。なちょっとした違和感いいね。で、何にもないはちょっと寂しいから、やっぱなんか違和感があるだけちょっと嬉しいわ。で、8月19日、え、これちょ、終わりじゃないこれ。終わりじゃないこれ8月19って確か終わりじゃなかった。あ、いい。あ、すっごいなんか真っピンクの、何これ、プレイルームみたいになってるけど、まあ、なんか扉が開いて、どこでもドアみたいな、すごいな、原色のピンクってことね。で、8月19日になって、まあ、これでゴールを目指せるってことじゃない？多分何にもないよね。で、ゴールに行くと、はい。いや、まあでも優しいゲームだよ、本当に。遊んでくれて、ありがとうございます、本当に。いや、でもなんか優しい。8番出口をやったことないから、なんか8番出口ってちょっと難しいって聞くのよ。あとなんか他のさ、3G ゲームとか、これはなんか結構 2G ゲームとかで、横スクロールだから、初心者向け8番出口なんじゃない？